新春オールスターマージャン大会は、アベマ TV のアベマ TV マージャンチャンネルにおいて24時間生放送で行われた新春マージャン大会。2019年1月2日19時から2019年1月3日19時に放送。著名人16名が8チームに分かれ、M リーガーを加えた3人1チームで戦う。3つのルールで A 択と B 択で予選15試合を行い、 成績上位4チームが決勝4試合を行い、優勝を決める。A 卓を中心に放送され、A 卓の試合が早く終わった場合 B 卓を放送する。総合司会は、林美咲。実況は、小林美佐、松島桃、ヒューガ愛子。解説は、村上敦志、白鳥翔、勝又武志。優勝は、ジャイユリサチーム。 エムリーグルールはレメルール赤6ルール予選でトップを取ったチームは決勝で戦うルールを選ぶことができる。つも数両者では両者報従者2020年1月2日19時から2020年1月3日19時に放送。2020年1月3日0時40分から3時55分にテレビ朝日系列アベマの時間でも放送された。 著名人24名が8チームに分かれてのチーム戦。3つのルールで、A 卓と B 卓で予選15試合を行い、成績上位4チームが決勝4試合を行い、優勝を決める。A 卓を中心に放送され、A 卓の試合が早く終わった場合 B 卓を放送する。実況は、小林美佐、松島桃、日吉達也。解説は、大井高春、白鳥翔。 松本義弘、村上厚志、滝沢和則、ジャイ。優勝は B チーム。M リーグルール M リーグルール赤6、M リーグルールポイントバイ予選でトップを取ったチームは、決勝で戦うルールを選ぶことができる。ありがとうございます。